イズ K1 対抗戦、南原健太 VS 相高亮。それではこれより本日の第6週90キロ級3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー180cm89.7kg 力道場静岡所属初代ビッグバンヘビー級王者相高亮。炸裂するか得意のオーバーハンドフック。魂の日本男児相高亮 186cm88.85kg 極真会館所属ライズヘビー級3位南原健太。2試合連続対抗戦に選ばれた南原健太、一撃来帝、今日も KO なるか。ライツ対 K1 対抗戦、このリングでは2試合目になります。90kg 契約3分3ラウンド延長1ラウンドが設けられている一戦になります。先ほどに引き続き安本晴斗さんに解説に入っていただきまして、さらにライズ王者直樹さんにもここから解説に加わっていただきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ直樹さん、このヘビー級 90kg 契約の一戦が始まりました。どんなところ注目していきますか？やっぱり重量級らしい一発ですよね、本当に分かりやすいですよね。相高選手のパンチか南原選手の蹴りか、分かりやすい対決ですよね。まあなんといっても相高というと2019年クルーザー級王者シナ・カリミアンと対戦して、コーナーに追い詰めての右のオーバーハンドフック、半端じゃなかったですよね、もう右のフック、あれ食らったらもう誰でも倒れちゃうんで、ね、あれを食らわない距離で、いかにこう蹴りで、ね、こういう距離保てるかですよね。安本さんはどんなところポイントに見ていますか？南原選手はもう何でも倒せると思うので、相高さんのパンチをもらわないように戦ってほしいですね。だいぶこの練習の中では右のオーバーハンドフック全く怖くなくなってきたという話は南原はしていました。この90キロ重さがあります。志田さん、このヘビー級ですから本当一発一発が多く響き渡りますね。まさにヘビーって感じで、まさにヘビー、一発で何かが終わるというそんな試合になります。ああ、いいローダー返していく相高。これ南原選手のこれローキック一発でもね効いちゃうんじゃないですかね。そうですか。さあただ相高も前に出てきます。非常にいいステップ。もう一歩行きたいですね相高選手。迫力がすごい。90キロ。まあ普段から相高この階級で対戦しています。三振を取った。豪快な回し蹴りが脳天を捉えました。効いてるね、完全に効いてるよ。これ揺れてますから青木さん。効いてますね。まだ1分あります。ここでローキック蹴れるのがすごいですね。落ち着いてますね。いやー、安本さん綺麗に入りましたよ。はい、めちゃめちゃ綺麗でしたね。あー、もうね、攻めてる、すごいですね。落ち着いてます。そしてジャブ、アームスリー、相高のボディがいいのが入ったぞ。まだ相高選手の一発があるので怖いですね。今のパンチもいいですよ相高選手。ここで熱くなると開いた瞬間に相高のこの左右、ちょっと効きましたね。ちょっと効きましたか。相高選手パワーやばいからね。パンチ左フック、ここで南原が少し雑になるとフックパンチが入ってくるか。逆に相高選手チャンスでもあるっすよ。ガードを固める南原、前に出てくる。今しっかり落ち着いてますね、南原選手は。南原健太、左膝、立ち上が大丈夫ですかね。すぐ単価です。大丈夫ですか。これも息はしっかりと知っていまして、声がけには今応えている状況ですが、なんと衝撃、衝撃的ですね。一撃雷でこれで対抗戦初 KO となりました。いやー、仕業でいきましたか。すげえ、この後ろ回しがまずすげえわ。これ当てられるのすごいっす。安本さんも後ろ回し蹴り得意ですけど、いやこんな綺麗に入ったことないですよ。そしてこの膝、いやこれね、足とかボディちゃんと効いてるからね、当たるんですよね。なるほど。ですからちょっと頭が下がり気味になったところに合わせたという。そうですね、完璧でしたね。完璧ですね。これでライズ対 K1、 ライズが3勝 K1 が2勝。このライズの舞台ではライズが2連勝。いやー、やはりヘビー級。これで南原は6勝目となるんですが、全て KO 勝ち。うわ、さすがのヘビー級だね。ちょっとこれスターになりたいってことですけど、いやー、もう見たいっすね、南原選手。やる人いるんですかね、日本人で。ちょっとこれからはだから世界へっていうね、いろいろな話になってくるかもしれませんけど。さあ、ここで南原のコメントです。こんばんは。対戦してくださった相高選手、本当にありがとうございました。そして会場に僕の応援で駆けつけてくださった皆様、本当にありがとうございます。僕は今回ライズ対 K1 の対抗戦で大役を伊藤代表に任せていただいたので、絶対に勝ち取ることを決めておりました。ライズファンの皆様、どうか南原健太の応援をこれからもよろしくお願いします。覚えていてください。ライズファンの皆さん、お願いします。This is Rise! おしありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。南原健太、後ろ回し蹴りでダウンを奪い、そして最後は左膝一閃、見事な KO 勝利を収めました。いや、改めて安本さん、一言お願いします。いやー、マジ強かったっす。はい、もういいもの見せてもらいましたね。今、解説席の方に南原さんがいらっしゃいまして、一言声をかけました。石田さん、いかがでしたか。いや、もうちょっと目つぶってたらまばたきしただけで KO されてたので、びっくりしました。リプレイでしっかり見届けました。さあ、これでライズ対 K1、 ライズが3勝 K1 2勝。この後どうなるか。